皆さんこんにちは。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップしていきましょう。ヒップホップの振り付けをブラッシュアップしていきます。踊り切る、リズムが体に染み込んでいるなどの基本的な部分はクリアしてくれています。課題として感じるのはアクセントの瞬間にシルエットが崩れること。リズム取りの種類が切り替わるときにまだクオリティアップの余地が残されていること、この2点を感じました。踊り慣れてきた頃に感情を込めるとこれまでの積み重ねが崩れてしまうという人は多いです。レベルアップには基本となる知識をお伝えしていきますので、参考にしていただけたら嬉しいです。ぜひ最後までお付き合いください。それではスタートです。新芽を意識してタイミングとアクセントを合わせるよう努力しました。はい、おはようございます。はい、いや、さすがって感じで迫力のあるパフォーマンスを見せてもらいました。一回ね、本番を経ているので2人のリズムの聴き方とか曲の体への染み込み方っていうのはもうちょっと文句のつけどころがないかなっていうふうによく聞こえてるかなと思います。で、ここからじゃあさらにレベルアップしていくよってなった時にシルエットやっぱり研究していきたいよね、はい、うん、で一番分かりやすいシルエットとしてシンメトリーを張るっていうのがあるんだよ。例えばランニングマンって、はい、ここで足に斜めラインができました。で、今回は L 字でブロークンで出そうみたいなスタイルだったと思うんだけど、そうすると足の新芽に当たるのは右腕になるよね。右足下げてれば右腕になると。で、これが例えばずれたりするとシルエットってあんまりかっこよくなくなるんだよ、うん、なのでこのラインを合わせる、うん、で、合わせることばっかしちゃうとアクセントがずれてしまったりするので、こっちに張る勢いとこっちに踏む勢いを合わせてあげる、うん、そういうこと、そういうこと。そうするとリズムの感じ方もタイトになるよねっていうのが一つ。もう一つ例を挙げると、例えばホーシングあったと思うんだけど、これもこっち側に行く勢いだよね。軸がこっちに倒れていきます。それと反対側、こう倒れていく角度とこの反対側に腕を出してあげるようにするとアクセントが取りやすくなるので、うん、その辺のシンメトリーをシルエットを使っていく、うん、探ってみてください、はい。そう、実はそういうところもすごく大事。刺すからこっちでこれ刺す、刺してる。なるほど。あー、結構ね、そこなんか迷うよね。1個目のポーズ取ってみて。はい、で、リュウは今こっち側で刺したからっていうことを考えたよね、はい、そうするとこう刺すのでこっちを新芽にしてあげるとシルエットが整うよ、うん、で、逆に例えばこっち側で考えたい人もいるね、うん、そうすると右の肩をこのラインに合わせるからもう5センチ肩をこっちに行ってあげるとラインが整うよねっていうことになる。どっちでも考え方は OK です、うん、ちょっと難しかったね、ここはね。ここだからこっち、こっち、うん、ここでやった。ここだね。かっこいい。これはこうだからこっちでもいいし、前の右肘でもいいと思います。右肘をそのラインに、こっちがいい。うん、そうだね。その通り、うん、その通り。お客さん、ここの右、その通り、うん、その通り。結構ここも難しいよね、はい、ここってさ、上から踏み込みたいので、例えばこういう風に持ってってあげるとここに角度が生まれるよね、はい、膝下は真下に行ってるんだけれどもここに角度が生まれる。この角度と合わせてあげたりすると必ずシルエットって整うことになる。このラインとずれてしまうとちょっとなよなよっとして見えてしまうので、ここに角度を作ってあげるようにすると、うん、かなりかっこよくなったり。その通り、こことここのラインがね、うん、いや、いいですね、いいですね。うん、 OKOK。 随分変わったと思うんだけど、多分ね、これが見逃しちゃうなっていうところが、ね、今回振り付けって誰が、あ、リュウ、ね、すごくいい振り付けなんです、うん、で、それの理由がまず縦で取るリズムが多いよね。で、この中で円の動き、うん、これが散りばめられてるんですよ。だから面白いっていう風になるんだけど、例えばこの時ってこういうイメージになるから、うん、そうすると胸とか腕でこっち側にアクセント取るよね、はい、さあ新芽に当たるお尻はどうしてる、取ってないでしょ、だからアクセントが弱くなっちゃう、うん、ふわーんってなる、ボーンなの、そう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 、ここね、
そう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 。あとはすっごく難しいところ、ブルルルルって落ちました、ここ前でアクセント取るよね、はい、さあこの時のお尻が新芽だよね。あー、うん、この円の動きを取った時にアクセントが取れないのはそういう理由になってる。うんうん、そこだけちょっと確認してみようか、はい、うん、わおすごか。ルイナは左の膝でアクセントを取りたい、左の膝の新芽にあるのは左の肩あたり、うん、そう、リュウは右で取りたい、右で取りたいだとしたら左の鎖骨あたり、うん、その通り。うわここ、その通り。ああ神経使うよね、シルエットはね、うん、でも今やっぱり意識したことによってかっこいいなっていうシーンが増えたのと、実はシルエットを正しく取れるっていうのはアクセントも強く取れるってことなんだよ。だって効率がいいからかっこいいんだもん。あ、うん、そうだよね、ずれてたらこっちとこっちでリズムは散っちゃうわけだから、これをポンってやればいいアクセント取れるに決まってるんだよね。うん、 OK、 そこはバッチリだとして、じゃあ2つ目やりたいので少し休憩してからにしましょう。はい、どうぞ。スローを使うときに自分が思ってる以上に頑張らないっていうところを意識しました。ではでは2つ目に行きたいなと思うんだけれども、最初に踊ってもらったときよりも後半の 2A とスローたくさん入るじゃないですか。で、今シルエット取ってピーンと張りましょうつってアクセント取ったことによってスローが見えなくなっちゃった。うん、そこをちょっと改善していきたい。で、スローをもう一回手のない状態で芯の状態で立て縦、縦、そう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 、こう腹圧をしっかり高めて体の芯を意識する、自分が棒状になる。で、これ横、横、横で、足を曲げてもグーとか、ツイスト入れてもグーとか、この水中の中でダッシュしているようなイメージ、うわーっていうイメージを入れたいんだけど、その方向だけ確認しようか。例えばそれがアクセント取るときに後ろに回すのか、この円の軌道を指とかお互いに見合いながら、そうそうそう、それが縦だけなのかとか、うん、直線なのか曲線なのか、でそして曲線の場合は、どういう円なのかっていうところを確認すればよくなると思う、うん、で、あのね、あ、大きく踊らなくてもいいと思う、そこ、うん、見せることを大事にした方がいい、後半2円とね。 OK、 じゃあお願いします。ここから大きいのは感じで、これ肩をこう回すアクセントなんだよね、はい、これでさ、ブーンブーンって一回スピードを上げたいじゃない。そのスピードを上げるのは何時ぐらいなんだろう、12時で上げるのか1時で上げるのか3時で上げるのかでは、うん、ニュアンスが変わってくるので、これちょっとどの辺なんだろう、リュウ、うん、あ、やっぱり2時ぐらいなのかな、うん、ちょっとそれでやってみたら、せーの、ブン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 、オッケーオッケーオッケー、うん、そうすると2時だと、重力が働いてしまってストンって落ちる可能性がある、うん、ってことは巻き込んできて必ず6時に戻ってきたい、うん、そうそうそう、このニュアンスを揃えてもう一回やってみようか、せーの、ブン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 、揃ったんじゃないですか、うん、オッケーオッケー、じゃあそんな感じで進めてください。そしたらさ、例えば今、軸の移動でオフバランスのって言ってたじゃない、うん、そしたらちょっとそれ正面でやってもらって、でこっちが正面なのかな、こういう風に行くのかな、逆足かな、あ、左足か、こっちに行きました。この時にさ、1軸で2軸オフって3つ数えてごらん、うん、パーンって上がるよね、パーン1、2、オフ、うん、せーの、パーン、うんうん、これで揃うと思う、うん、そうそう、自分の中で1、2、オフ、タッチクチみたいな、うん、感じで揃えると2人が合うので、そこだけカウントで何回か、うん、えおーかっちょいい、うん、オッケーオッケー、うん、いやー、うん、ずいぶんスローも合ってきたんじゃないですか、うん、細かいことを言えば、例えば一つ目のブラッシュアップポイントでシルエットをしようと、モネストリーでこういった時に、じゃあここの膝下の新芽に当たるところはどこだってなった時に、例えばこれ右下げるので、例えば左の肩で合わせてみたりとか、こう回してきて
こう揃えていくとかっていう手もあるし、細かいことをやればすごくあるんだけれども、自分が基礎練習をやってる時にそういう普段からどこのラインに新芽を作り、どこのアクセントを貼っていくのか、もしくは縮める方なのかとかって考えると、必ず物事って 反対に働くようになってるので、反作用で、そこを意識すると良くなると。でスローのところが切り替えてほしいので、今回は後半をスッと、スッとくぼませてもらって、最後ステップで締めるみたいになったら最高かなと思います。頑張ってください。はい、よし、やエンジン全開。踊り慣れていない場合、主役になる部位だけを工夫して何とかしようとすることが多いです。しかし、主役のシンメトリーにある部位をコントロールすると、シルエットもアクセントも絶対にプラスにつながっていくので、初心者を超えたいという方にはおすすめの意識です。このポージングですが、明らかにビフォーアフターで変化があります。女性は左足、男性は右足を意識していると思われます。その新芽にあたる女性は肩、男性は肩甲骨へのラインが整っています。これで次のアクセントはある程度見せられるものになるはずです。より大きく、より深くなど、今後研究していけば基本は抑えられたと思います。このシーン、起動の途中ですが、明らかにビフォーの方がグッドですよね。どこをは本人に聞いてみないと分かりませんが、2つ目の意識が行き届いている証拠になります。このシルエットもラインが整ってきています。男性の方に注目してください。ビフォーでもかなり良いですが、若干腕が後ろにあります。面白いもので、ちょっとずれているだけなんだけど、アクセントは後方へ散ってしまうことになります。この微調整は素晴らしいと思います。さて、スローやためのところでも解説していきます。アクセントからのスロー、随分シルエットが良くなりました。意識する角度は2人で違いますが、これなら良いつながりになるはずです。またボディウェーブっぽいためのところも随分圧力が上がって見せられています。理屈にすれば軌道が長くなっているので、その分インナーマッスルが使えているのが原因になります。2つ目の意識はたくさんのことに応用できるのですが、筋力の足りなさを補うことにも使えます。ホーシングの角度が深くなっているのも新芽の意識が強くなったからです。せっかく練習してシルエットもアクセントも大事にしてきたのに、両立すると崩れてしまう。こんなケースは本当に多いのですが、半分ぐらいの方は気づかずに劣っています。一番もったいないと感じるのは、せっかくかっこいいシルエットでもアクセントがブレてしまえば印象に残らずに過ぎ去ってしまうという点かなと思います。アクセントが正しく取れていれば、そのシルエットが一時停止でも見えるものなので、スマホなどで動画を撮影しながら深めていただきたいテーマです。あと、腕や足を出す方向やボディのアイソレーション能力はクオリティを上げておくに越したことはありません。壁に当たった時に基礎力が高い人ほど乗り越えられる確率も高いので、ぜひ私たちの動画で基礎メニュー練習していただけたら嬉しいです。
このちょこっとネタというコーナーではコンビネーションや振り付けをご紹介するにとどまらず、見逃しがちな裏のポイントまでお伝えしていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタン、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。